あ、進化した。え、早っ。3つ目の進化早くね。一瞬だったんだけど。1個目の進化あんな時間かかったのに。おい、ドラパルト。ドラミア、ドラパルトに進化した。いや、このさ、この足がさ、ピーンってなってるのすげえ可愛くない？この下半身部分すげえ好きなんだけど俺、ドラパルトの。よーし、図鑑に登録された。ステルスポケモン。ステルス。角に入ったドラメシアはマッハのスピードで飛ばされるのを心待ちにしているらしい。いや、どういう関係性？あ、カタパルトってことこれ。ドラパルトって。あ、そういうことか。あーで、頭の形はこれ、ステルス戦闘機か。あ、そういうことね。いや、どういうこと？なんでステルス戦闘機の形してんの頭が。いや、こいつ結局何なんだよ。どういうポケモンなんだよ。ドラゴンアロー。何それ、初めて聞いたんだけど。ドラゴンアロー。ドラメシアで2回攻撃。じゃあやめとけ。相手が2匹いるときはそれぞれに1回ずつ攻撃する。へえ、あ、威力50の2回攻撃。え、強いじゃん、これ。え、これ覚えさせよう。てか、ドラメシアって、ドラパルトの弾だったんだ。とんでもない生態だな。よく今まで絶滅しなかったな、このドラパルト一族。子供を弾にして。まあでも、ゴーストだから、関係ないのかな、そういうの。はい、じゃあ、というわけで、いよいよ、ホップとね、勝負しましょう。で、ちょっと麻婆ね、麻婆どうしよっかな。メンツなんだけど、メンバーなんだけど、とりあえずコラショは入れたよな。コラショとザマゼンタは入れたよな。だからコラショを、ちょっと、バギオごめん。バギオマジで出番ねえな。せっかくレベル上げたのに。コラショとバギオ入れ替えて、で、ザマゼンタを、どうしよっかな。はんぺん丸。いや、はんぺん丸は入れたいよな。麻婆からんでちゃうんだな。まあ、麻婆かな。ザマゼンタと麻婆一緒に入れてさ、ホップに伝説中だと思われたくないから。さすがだぞ。伝説ポケモンの強さを理解してるんだなって、なんか、皮肉っぽいこと言われたら嫌だし。ホップはそんなこと言わなそうだけど。よし、じゃあこの6匹で、いきます。まあ、多分ザシアン使ってくるから、ザシアンがどうなるかだよな。ザシアンめちゃくちゃ強かったからな、戦った時。よし、オッケー。あ、そうだ、ちょっとザマゼンタのニックネームつけに行こっかな。せっかくだし。どうしよっかな。ザマゼンタね。タテオとかちょっと考えてたんだけど、タテミザワとか。いや、でもやっぱ、これにしよう。はい、チョコパンでいきましょう。あの、前回ね、俺食ったじゃないですか、ザマゼンタを。やっぱね、チョコパン。ザマゼンタイコールチョコパンっていうイメージすごいついちゃったんだから、チョコパンでいこう。いや、可愛いしね、チョコパン。技とか見てみるか、チョコパンの。チョコパンかつて何覚えてたの、見せてみろよ。ちょっと選ぶ。どの技を思い出させるんだろう。メタルバースト。あ、メタルバーストいいじゃん、結構。お、ムーンフォース。へえ。あ、でも特殊技だろ、これ。特攻そんな高くないもんな、チョコパン。まあ、サブウェポンとしてはありなのかな。あ、石化ね。石化とかもありだよ。でもね、やっぱ、メタルバーストいいな。これカウンターでしょ、要するに。いや、防御高いチョコパンに合ってる気がするな。メタルバースト覚えさせよっかな。メタルバースト覚えさせます。相手から受けた技のダメージを大きくして相手に返すと。切り裂くいらねえな。チョコパンの思い出、見たいな、ちょっと。これね、チョコパン。いや、だって昔からの伝説ポケモンだから。チョコパンは、ランコの指示によって、おう、メタルバーストを思い出すことができる。ついさっきじゃん。今の思い出じゃん、これ。素直になれなかったことが、どういうこと？素直になれないって何？あ、なんかメタルバースト思い出させてもらって本当は嬉しいけど、なんか素直にそれをランコに伝えられないみたいな。英雄としてのプライドがあるみたいな。めんどくせえな、意外とチョコパン。よし、最後にじゃあみんなでキャンプだけして、いきますか、オープンのところに。
チョコパン、わ、チコ、コラショ。いや、ニコじゃねえよ、なんだお前。久しぶりにパーティーに入れてもらって嬉しいのか。テンション上がってんのか。お話しようぜ。見慣れた場所でリラックスしている。ああ、そうね、ここコラショと出会った場所だもんな。ダンデさん家の前は。遊ぼうぜ、コラショ。ちょっとチョコパンも、チョコパンとも戯れてこれ。チョコパンちょっとこっちおいで。チョコパン。お、ちょ、なんだよ、なんで無言なんだよ。おいおいおい、なんだ。ちょ、なんで、正面向けよ、お前。いや、なんか、気難しいな、チョコパン。やっぱ、こいつプライド高いな。ランコのことまだ認めてないぜって感じあるよな。あ、でもその割にはたくさん遊んでほしいのかよ。なんだこいつ。ちょ、こっち向けよ、とりあえず。正面向け。そう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 。そう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 。フリフリ行くぞ。おい。フリフリフリ。フリフリフリ。いや、今更だけど、こういうのって、猫が喜ぶよね。あー、噛みついてきた。ポケモンもこういうの好きなんだな。おーし、ダンデさんボール行くぞ、チョコパン。行くぞ。おい。いや、英雄ならば、ダンデさんの、類まれなチャンピオンオーラを。ちょ、おっそ、チョコパン。ちょ、お前取りに行く気ねえだろ。ちょ、ドラミが取ったし。あ、こっち来た、ドラミ。ダンデさんの顔正面で持ってくんのやめて、ちょっと面白いから。あ、来た、ニコー。ニコーしてる。あ、玉。玉の方のドラメシアも笑ってるよ、よく見たら。この後、玉にされるとも知らずに。ドラミ話そうぜ。キャンプ楽しい、よかったな。お話しよう。見慣れた場所でリラックスしてる。ああ、そうね。ドラミもこのダンデさん家でね、生まれたからね。まあ、ランコのパーティーにとって、ダンデさん家は第二の故郷みたいなもんだからな。いや、ここ、ここ。ここ好き。ここ好き。ここ、ちょ、待って、コラショ。いや、コラショを見てるわけじゃないんだよ。ドラパルトのこの下半身を見てるんだよ。ちょ、めっちゃピンボキするし。いや、ドラパルトのここすげえ可愛くな。ここくっそ可愛いじゃない。あ、アンペ丸来た。貫禄あるな、やっぱり。じゃあ、一般通過コラショ。ニコー。一般通過コラショからのニコリが決まりましたね。チョコパン、チョコパン。じゃ、もう一回。目の前に。こうやって目の前に落としたら、さすがに拾うんじゃないか。おお。乗せたよ。拾ったっつうか、乗せた。あ、いいな、これ。あ、かっこいいかっこいい。なんかダンデさん乗ってるみたい。チョコパンの背中に。あ、似合うなあ。やっぱダンデ、いや、ダンデさん何でも似合うな、ほんとに。おー、乗せてる乗せてる。お散歩させてるわ、ダンデさんを。すげえ、めっちゃいい。ちょ、写真撮ってダンデさんに送ろうぜ、この光景。え、何このほのぼの感。すげえ。ちょ、チョコパン、お前それずっと背負っといていいよ、戦闘中も。いや、すげえ、もう、もともとこんなポケモンだったんじゃないかっていうぐらいしっくりきてるな。え、いいな、これ。はい。辛口アップルカレーができた。うまそう、これ。普通に。え、でもカレーにリンゴって、まあでもバーモントカレーみたいなのあるもんな。お、ハンペ丸、喜んでいる。いや、ちょ、おい、木の実食うなよ。カレーを食うよ。あ、食ってるわ、カレーもちゃんと。あ、前菜だったのかな。前菜として木の実を食ったのかな。お、ハンペ丸とチョコパンが。お、じゃ、いや、コラショ。わかったから、お前。やたら、やけに、お前、割り込んでくるな、今回。そんなにキャンプ嬉しかったか。おー。え、なんか、ハンペン丸とチョコパンの組み合わせいいな、これ。え、なんかめっちゃ癒しオーラ出てない、この2匹。ハンペン丸仲良くしてやってくれよ、新入りに。よーし、じゃあ、行くとしますか。ポップのところへ。あ、ソニアちゃん。送ってくれんの？あ、お願いします。いやー、結構待たせてしまったな、ホップ。申し訳ねえな。パン食ったり、いろいろしてたから。よし。まあでもみんなレベル60ぐらいまで育てたし、うん、いい勝負になるでしょう、きっと。よし、行くぜ、ホップ。やろうぜ、最後の戦い。チャンピオンタイム！チャンピオンランコが相手だ、ホップ。チャンピオンタイムを楽しめ。ランコ、真剣勝負だぞ。準備はいいのか？いや、もちろん。お前のために準備してきたよ、たっぷり。ランコ、行くぞ！おー、こういうホップ。よーし、行くぜ！ポケモントレーナーのホップが勝負を仕掛けてきた。さあ、まず最初1体目。まあ、1体目は、いやだよな、バイユールだよな。こっち、何してたっけ？あ、ハンペン丸だ。さばくのは俺のモルペコだ。よし、やるぞ、ランコ。手加減なんかするなよ。おぉ。
笑うようになったな、ホップ。いいことだ。どうすっかな。防御高いからな。とりあえず電磁波打っとくか。いや、バイユールの方が早いの。ステミタックル。うおー、危ねえ。ちょっと耐えた。マジか。いや、レベル69って。めっちゃ高いんだけど。おい、めちゃくちゃ育ててるじゃないか、ホップ。レベル差、えぐ。マジか。いや、まあでもやるしかねえ。いや、ちょっと撫でてほしい。後でな。どうしよう。多分、ステミタックル打ってくるだろう、また次。だから、ここは、ゴーストで透かすか、ステミタックルを。どっち？ドラミでいくか。ドラミ頑張れ。さすがにドラミの方が早いんじゃないか。いや、ドラミの素早さ、えげつなかったぞ。任せ、ドラミ。ドラミの初戦闘だ。お、ステミタックル。よしよしよし。で、効果なし。どうすっかな。竜の舞するか。一回待っとくか。で、ステータスを上げて、多分一発ぐらい耐えれるだろう、ドラミ。何されても。よし、ドラミの方が早い。OK、これで攻撃と素早さを上げ、決定力を上げる。いや、ドラミによる全抜きもあり得る、これ。お、コットンガード、マジか。そっちも補助技。いや、防御上げるやつだよな、それ。あー、めっちゃ上がった。どうしよう。ドラゴンアローやる。これどれぐらいいくんだ。いけ、ドラゴンアロー。射出、飛んでった。お、爆発しよう。ドラミシアあ、体しびれてる。よし。いや、グッてサムズアップするドラメシアの顔が空に浮かぶ絵が見えた。いや、この技いや、マジどうなんこれ無垢なドラメシアの命が消えていってるけど。オーコットンガード。いや、でもいいダメージだな。多分次のドラゴンアローで落とせるだろう。てか補助技しかしてこないな。もしかしてゴーストに有効な技持ってない。じゃあ回復の薬、マジか。おい、愛を、しかもしびれを取っている。マジかよ、ここで回復の薬か。待って、これどれぐらい通る。いや、めちゃめちゃ防御上がってるよな。うわー、全然減らねえ。マジか。ちょ、どうしようこれ。いや、一回引っ込める、ドラミ。ちょっと竜舞したところあれだけど、一回帰ろう。ほら、トンボ返り。で、特殊技だな。特殊技で攻めないと、これは。キャスパー行くか、じゃあ。キャスパー任せた。いや、特殊技なら、ダメージが削れるはず。よしよし、ステミタックルを、透かす。オッケー。てか、ドラミにステミタックルするつもりだったってこと？マジでゴーストに有効な技を持ってないのか？バイオル。よしよしよし、いいダメージ。お、二度蹴り。いや、効果がない。いや、これ完封してんじゃない？もしかして。ゴーストタイプで。おい、相性最悪か、もしかして。おら、ベノムショック。よしよしよし、次で落とせるの。頭突き。おい、ホップ、ゴースト対策してこなかったな、さては。いや、オニオン君よく突破できたな。まあでも確かにあの頃はパーティーメンバー瞑想してる時だったもん。よし、突破。オッケー、まずは一体。いや、でもハンペン丸がすげえゴリッと削られちゃったな。目標だった兄貴がチャンピオンじゃなくなってさ、俺何を目指せばいいか分からなくなってたんだ。あ、何？ホップの独白が始まった。カビゴン来た。いや、続き聞かせてよ。ちょっと続き聞きたかったら倒してみろってか、このカビゴン。カビゴンどうしよっかな。普通にペノムショックでいくか。いや、何してきたっけこのカビゴン。ちょ、もうホップのカビゴンの技覚えてない。お、急所。急所でこの削り。じゃあ、自信マジか。そんな覚えてんの。いや、このキャスパー、うわっ、どー、耐えた。ナイスキャスパー。ランクを悲しませまいと持ちこたえた。いいぞ、男前。よし、じゃあ、いや、道連れいっちゃうか。確実にいけるだろ、これ。おい、道連れ、打ってこいよ、ホップ。ホップ来いよ。よし、自信 OK。 これでキャスパー落ちるが、カビゴンも一緒に道連れにできる。オッケー、ナイス働き、キャスパー。よく耐えた。ランコの愛が戦況を変えた。よーし、オッケー。いや、カビゴン倒したのでかいな、マジで。ここで。いや、カビゴン強えからな、ホップの。次何出す？どうしよう。どうしようかな。ランデちゃんか、ドラミ。ドラミいっとくか。ドラミ頑張れ。さあ、ホップ。ランコもソニアも自分の道を進んでるだろう。
俺だけ置いてかれてるみたいで焦ってたんだ。あーやっぱりな。いやそれはすげー伝わってたよホップ、バチンウニ。なるほどね。いや続き聞きて、続き聞かせてくれマジでホップ。ドラゴンアロー、いっけ。いやこのバチンウニって強いのか、あんまり。お勝って、マジか。え防御高、防御高い系か。ビリビリチクチクないそれ。おっと、じゃあ今一つでこのダメージ、マジかよ。レベル差あるとはいえ結構食らうな。いやだがドラゴンアローゴリ押し、ドラメシアたちの命と引き換えにお前の命をもらっていくぜ。いややっぱ強えなドラミ、攻撃高いわ、素早さ高いわ。ドラゴンタイプだから耐性も結構あるわ。ランコやネズさんとポケモンたちを助けてさ、俺も誰かの役に立てるってわ。ホップス、お前当たり前だろ、ホップが役立たずなんて思ったこと一回もねえよ。ちょゴリランダー出てきた。いやここはトンボガエル、そしておよし結構なダメージ、いいね抜群で。コラショを出すぜ、ゴリランダーにはコラショ当てる。これはここは絶対譲れねえ、いけコラショ。さあ何してくる、おドラムアタック来た、楽しそう。いやでもこれは耐えるだろう、今一つだし。よしよしよし、オッケー。うー何、ちょっと素早さ下がった、マジか。いやでもまだコラショの方が早いんじゃない、いやどうなんだ、レベル差があるとはいえ。いやちょマジか、早いのそっちの方が。いや10万倍率、これはコラショー、だーマジか。いや何もできずにコラショー、すまん。どうしよう、まさかコラショが何もできないとは。ちょっと素早さ下げられたのが計算外だったな。ドラミ頑張れ。いやドラミの素早さで上から叩くか。ちょ竜舞してる暇ないよな多分。いけドラゴンアロー、ほらこれどれぐらい削る。ちょ勝って、マジか。いやレベル高えっていうか。はあドラムアタックきた。いやこれどう、どんなもん。いやでも今一つだろ草タイプは。ちょマジかよ。いや強ゴリなんだ。いやまあでもこのドラゴンアローで落とせる。いや強かったマジ、あぶねえ。オッケーオッケー。でホップの手持ちがあと2体ぐらいか、多分4体ぐらい倒したよな。もう畜生やったな。でも楽しいぞランコホップ。いやーそうか、今までは楽しめてなかったんだなポケモンバトルを。いやよかったよホップがマジで吹っ切れてさ。アマガーか、どうしようかな。ゴーストダイブ行くか、ドラゴンアローは今一つだ。よし行けドラミ、ドラミの姿が一瞬にして消えた、一瞬ではないけど。おドリル勝ちます、おかわしい。そしてゴーストダイブが当たる、これどんなもん。うわーマジか、勝って。いややっぱレベル差あるな。ドラミだー、これ与えれないか。いやでもよく頑張ったマジで、ドラミ大活躍、2体ぐらい落としただろう。よーしじゃあここはハンペン丸先輩お願いします、さばくな俺のモルペコだ、覚悟しな。いや早いんじゃない、ハンペン丸の方が。よし早いぞ、うーらう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 らー、よっしゃば、何耐えた、うっそ耐えんの。いやちょこれホップを悲しませまいと持ちこたえてない、うわーうらら、ハンペン丸絶対落としたと思ったのにな、オーラ車で。どうしよう、チョコパンとランデちゃんどっちだ。いやでもチョコパンはちょっと温存したいよな、ザシアン出てくんだよだってこの後絶対。ランデちゃんでいくか、じゃあちょっと鋼相性悪いけど、ランデちゃんでいく、電光石火で落とせないこれ。いや相当ギリギリだったよだって HP。 いやこれ石火で、石火で落ちるだろう、ランデちゃんお願い。よし行け落とせ、オッケーナイス、よし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 、危ねえ。さあラスト1体、いやこれ絶対ザシアンだろ、決着をつけたいのにずっと勝負を続けてたい、そんな不思議な気分だ。ランコもそうだろ、うんうーん、いやうーんってランコ鬼畜かお前この流れで、うんだわうん。おなんだかくすぐったいけど嬉しいぞ、よし泣いても笑っても最後だ。いやー来た
雑誌やさあこいつが突破できるかどうか。不当の剣攻撃上がるやつね。さあどうなる。いやまあでもホップがバトルを楽しめるようになってよかったな。え、ザシアンってタイプなんだっけ。フェアリーは入ってたよな。シャドウブーテ巨獣山来た。いやこれ技タイプ何。巨獣山って技タイプ何。うお切られた。いやダイマックスポケモン以外も切る抜群だし。ランデちゃーん。ちょうっそそれ剥がれタイプ技。ランデちゃーん。なるほど最終的にはザシアン対ザマゼンタか。いけチョコパン。いやまだ分からんぞこれタイプ相性的にどう。いくつの盾で防御が上がる。こっち格闘鋼だっけ。いやここでメタルバースト。多分ザシアンの方が早いからザシアンの攻撃を一回受けてそしてメタルバーストで反撃で落とす。これしかない。インファイトそんな覚えてんの。うわ抜群。いやマジかちょっと耐えた。ナイス耐え。いやこれどう、これどう。いや防御下がるよ特防下がるよからの反撃メタルバーストどうだ。いけよっしゃー見たか。ランコの作戦勝ちだなホップ。卵パン突破したぜチョコパンで。よしかった。危ねえ。いやいやいい勝負だったなホップ。お前がいて兄貴がいてくれて俺は強くなるぞサンキュー。いや強くなれよホップ。いやてかさまあレベルだけで言ったらダンデさんより全然育ってるもんなホップのポケモン。いや今までで一番強かったんじゃない。てか一番レベル高かったよな今まで戦ったトレーナーの中で。さすが最強のチャンピオンランコは強いよな。いやホップもめちゃくちゃ強かったよ。いい勝負したじゃないか。でも今までと違って負けてもすがすがしいぞ。おおよかった。いややっぱこの一連の騒動を解決して自信ついたんだな。ランコ俺夢ができた。世界中の困ってるポケモンを助けてあげられる。おおポケモン博士になりたい。あチャンピオンじゃなくて博士目指すの。みんなとスタジアム巡ってさポケモンたちを助けていくうちおおそう思えるようになったんだ。え、じゃあもうそのトレーナーとしてはいいってことか。まだポケモンの知識とか経験が足りてないからこれから勉強していく。はあ、でもバトルの道を諦めるってことか。じゃあそしていつかランコやソニアが誇れる立派な博士になるぞ。いやまあでも確かに向いてるかもな。ザシアンを懐かせたりとかさそういう才能あるもんなホップ。ランコや兄貴とは違う道を進むけどこれからもライバルでいてくれよな。いやいやそれ当たり前だろホップ。楽しみにしてる。負けないよ。いやここは負けないよかな。はあ。いやこうなるんだ。え、すげえなホップ。へへ、それでこそ俺のライバルだぞ。いやもうなんかそうか違う道を行くんだホップは。ああもうずるい青春しちゃってさ。ソニアちゃんうるっときちゃったじゃん。いやわかる。なんかもうなんかよくわかんない感じを。ソニア年取ると涙もろくなる。うるせえうるせえわ。感受性高いのはいいことだろうが老化とかじゃねえし。はあ、なんですって。まだピチピチだしね。ソニアちゃんねまだピチピチだもんねうちらね。ホップあんた研究所で私の助手しない。あ、いいじゃん。確かにそういえばソニアちゃん博士だわ。本や資料もたくさんあるからポケモンの知識つけ放題。え、いいね。博士を目指すなら私が勉強を見てあげるし。確かにちょうど助手いなくなったとこだもんなソニアちゃん。絶対やりたいぞ。でもいいのか。お、いいじゃん。いや甘えちゃえよ。もちろん助手さんいなくなって困ってるから。あ、だよね。うーんとこき使うわよ。いやよかったなホップ。そっちが本音かよ。でも俺頑張るぞ。頑張れホップ。はあ、ランコも応援してくれよな。いや応援する応援する、めっちゃ応援する。あ、リューカードありがとう。ホップのもあるんだちゃんと。パチパチ。あっ、ちょお前ら、え、捕まったんじゃないの。おいおいおい、すまん。だだだだだ、ダンデさん、いらしていらっしゃったんですね。ちょ、初めて見たクリア後。素晴らしい戦い、そしてフレッシュなやりとりでした。いや、ダンデさんどこいたのマジで。今まで何してたの。姉さんも来てるし。おいおいおい、痛く心揺さぶられ。いやもうこの二人目に入んねえわ。
え、ソットとシルディ、ネズさんに兄貴まで、ちょっとあ、なんでさ、いやまだチャンピオンマント着てるしどうしたのよあんたたち。いや何しに来たの。おっと小娘よ、騒がずともよい。いやもう喋んなお前ら、ダンデさんに喋らせろ。我々ランコ様に会いにやってまいりました。ランコ様、あ、ランコに会いに来たの。こいつら直接謝りたいと聞かなくてですね。あ、謝罪しに来たんだ。俺はお目付け役だ。ダンデさんがお目付け役、おいマジかよ。一応ガラルの元王族だ。え、ちょ、え、じゃあランコも王族になったらお目付け役やってくれますかね。ランコ王になろうぜ。委員長の仕事の引き継ぎでタワーにこもっていたが、あ、そうなんだ。お前らお手柄だったぜ。え、マクロコスモスの社長ダンデさん。そうなんだよ、そいつらがダイマックスをバーンってさ。おう、あ、だからダンデさん出てこれなかったんだ、忙しくて。我々そのことについては本当に後悔しております。いや本当か。自分たちの保身のため罪のないポケモンを傷つけ多大な迷惑をおかけしました。いや、じゃあまずはそのふざけた髪型をやめろよ。しかしランコ様はそんな高慢な我々を助けてくださった。いやランコだけじゃないけどな、ネズさんとかホップもソニアちゃんも頑張ったけどな。ダイマックス級の器の大きさ、うるせえ。あなたこそ王にふさわしい。おだから王様はザシアンとザマセンタなんだってば。あ、やっぱそうなの。え、じゃああの人間の英雄って何だったの。あれは何でもない人なの。ただ一緒にいただけの人間。いいえ、王を譲るならランコ様以外ありえぬ。え、マジでランコ王になるの、なれんの。運見れば見るほどセレブリティな佇まい。いや、わかる。いや、この服めっちゃ高いんだよ、ジャケットとか。ランコ、変なのに懐かれちゃったな。え、ランコどうすんのよ、王になんの。そして王になるの。おっと、時間ですか。いや、何の時間。いや、まだ返事してないよ。名残惜しいですが、我々はそろそろおいとましますよ。いや、王は、王は迷惑をかけた方々への謝罪ツアーが待っているの。いや、待てよ、ランコが王になってダンデさんがお目付け役になるチャンスじゃないのか、これ。それではグッドバイ。お、待て待て待て、はぁはぁはぁ。いや、王になる話はランコが、おい、勝手に行くんじゃないで。ちょ、王になってダンデさんがお目付け役になる話はホップ。いや、ちょ、ダンデさんからも何か。ん、なんだよ兄貴、どうしたんダンデさん。チャンピオンランコとのポケモン勝負見てたぜ。あ、見られてたんですね。てかダンデさんにチャンピオンって呼ばれるのなんか難しいな。本当に強くなったな。おお、いや、そうですよ、ホップめっちゃ強くなったんですよ。思わずリザードン出して参加するところだった。あ、そのセリフ、いや覚えてますよ、めっちゃ序盤でダンデさん言ってましたよね、それ。ランコとホップが戦った後に、ホップ自分の進むべき道を見つけたんだな。あ、嬉しそう。いや、そうなんすよ、兄貴として、いや、お前のライバルとして応援してるぜ。ちょ、ライバルってダンデさん。うんうん、よかったなホップ。いや、本当のところダンデさんに認められたかっただけだもんな、ホップは。おー、チャンピオンタイムまだそれやってんすね、ダンデさん。ちょ、帰って行っちゃったよ。ダンデさん、もうちょっとお話しましょうよ。あのダンデが褒めるなんて、ホップの語彙力足りてないけど。ちょ、ソニアちゃん、水ささないで、いいとこだから今。うるさいな。ちょ、めっちゃ嬉しそうじゃんホップ。いや、やっぱダンデさんと対等になれて嬉しいんだな。さあ、それじゃあ私たちも、おう、誰が先に森を出るか競争だぜ。出た、競争、久しぶりだなホップとの競争。はあ、いや、エモだわ、エモ。これは一言で言うならエモだわ。おジエンド、なるほどね、これで新エンドってわけね。はあ、あ、てかホップのレアリューカードもらったんだったな、あれ見たいな。お、え、めっちゃめっちゃチャンピオンタイム決めてるじゃんホップ。ちょ、いつ取ったんだよこれ。すげえノリノリだな。へえ、え、裏面は、ジムチャレンジの結果はセミファイナルトーナメント準優勝だが、ジムリーダーの中には兄ダンデとも異なるおおらかでポケモンをのびのびと楽しく戦わせる力量を高く褒める者も多い。ほう、無限ダイナの騒動を収めたことからも強さは確かなものとされているため、新しいチャンピオンとの伝説となるような試合を期待されている。はあ、いやー、なんかなあねー。
でももうそんな機会はこの先来ないんだなっていうね、ホップはやめちゃったからな、トレーナー。ひー、もうなんかホップに関しては俺もうやばいな、これめちゃくちゃ語れるわマジで。いやだってさ、ホップ自身は絶対実力あるわけじゃん、ポケモントレーナーとしての。だってジムチャレンジも突破してさ、セミファイナルトーナメントも決勝まで行ってさ、ただランコっていう存在、ただ一人の存在がいたことでホップの人生は変わってしまったわけじゃんか、その後の。いやこうやって考えるのは俺がひねくれてるだけかもしんないけど、いやでもそういうこと考えちゃうよね、やっぱ。いやー、なんつーストーリーだよ、ホップ。はぁ。いや、出会った時はマジで一直線な男の子だったからね。それのギャップがね。いや、マジね、頑張ってほしい、ホップには。立派なポケモン博士になってほしいな。はい、じゃあそういうわけで、クリア後ストーリーでした。次回からは、DLC をね、やっていこうかなと思っております。はい、お疲れ様でした。